よし。じゃあ引き続き行こうか。このハテナって何なんだろうな。行っちゃえ。弥生さんとかがいいな。マスターか。あ、アキラか。スキップスキップ。いやー、本当にね、このルートはね、とにかく、雪、もうなんだろう。うん、雪をひたすら、裏切り続けていくからね。そしてこの篠塚弥生という女は、どうしてそこまで、ね、かけるのかなっていうね、話もちょっと気になってくるよね。どうしてそこまでっていう。文字通り身を捧げるレベルだからね。よし、これでもユキの好感度は上げなくていいんだよな。正直イベントのフラグ立て立てフラグ。よし来た弥生。そうだな、何か、芸能レベル2。あー、どうしよう。文芸とか上げてみるか。まあ会話はちょっとスキップということで。まあ会話しないんでね。それでも会話のレベルは上がっていくから。今日はどこへ出かけようか。OK。いやー、本当にね、地獄ですよ、地獄。やっぱ多分見とるみんなはどうかわかんないけどさ、俺はこれ読み上げとるからさ、自分で。だからちょっとね、感情が入るわけよ。なんかしんどいね。ちょっとしんどいなって思うね。まあ文芸くらいに。いや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 、大変だ。弥生のイベント、基本的にこっちから弥生に問いかけることってのはほぼないと思うから、向こうからなんか来てくれればいいんだけど、OK。そうだな。芸能を一発上げとくか。文芸、あ、レベル不足だ。文芸がレベル1。芸能いっとこうか。何でしょう。いくらユキってのためだからといって、俺にその納得できる答えなんて出してもらえるとは思ってなかったけど、とにかく俺は尋ねてみた。あんな申し出をして何とも思わないんですか。俺にそんな何をされるかとか。弥生さんは俺を見る。まるで何かを記録しているみたいだ。不服なのですか。逆に弥生さんが俺の答えにくい質問をしてくる。立場は全く同じなのに、心理的には自分の方が圧倒的に不利みたいに感じられる。よろしいのですよ。望む時に私を自由にして。そして凍りついたみたいな時間は流れる。えげつねえよな、やっぱこの笑顔でさ、私をそのセフレにしてくれって話やろ。弥生さんはそれでも俺を瞳の中に収める。俺は彼女を見ていられない。言わないでいて欲しかったです。できればそんなことは。俺の言いたいことは通じてるのか。これは覚悟の違いだろうな。まあ普通そうだよ。普通は。そうやろ。ねえ。あなたの彼女に手出すくらいだったら私をその性処理の道具として使ってくださいみたいなレベルやもんな。弥生さんは表情を変えないまま首をかしげてる。そしてそのまま彼女は俺に背を向けて歩いていってしまう。そんなことを望んだつもりはなかったのに、ユキに迷惑をかけたくなかった。ユキの足を引っ張っていたくはなかった。それだけだったのに、どうして自分を物みたいに扱えるんだ。どうしてそんな風に物になりきれるんだ。俺は弥生さんのことを少し考えてみた。
できるだけ自分なりに。無理だろ。東野レベルで多分無理だと思う。子供やし。オッケー。レベル上げんとな、会話の。何がいいだろう。とりあえず会話のレベルをどんどん上げていかんとな。芸能レベル、文芸上げたいな。CD とかって。恐れ入りますが、次の日曜日のご予定はどのようになっておられますか。およご予定、俺の。ええ、予定はまあで、え、でもどうしていきなり。ぜひお付き合い願いたいと思いまして。願いたいのですか。はい、リサ、ショッピングに参ろうと思いまして。ショッピング、リサーって何。本気。真剣だ。付き合います。ええ、わかりました。お付き合いさせていただきますよ。堂々と断れる状況にないしな、俺。ありがとうございます。それでは日曜日にお迎えに上がりますわ。ああ、怖がる必要はないってわかってるんだけど、なんかちょっと。それでは楽しみにしております。はあ、なんだかじっと見てる。お仕事に戻ってください。あ、はい、行っちゃった。甘い時間を過ごそうって感じじゃないよな、これって。別にいいや、それだって。問題はこのね、やっぱ人間のその常識的な感情としてさ、弥生さんにそんなことやめなさいよっていうのはまあ当たり前の話だからさ、けどそうじゃなくて、どっかで藤井東也っていう人間は理性が外れるからさ、それがどこかって話だよね。じゃあどこでストッパーが外れてもう溺れていくのか。これが日曜日。はーい、弥生さんだな。お付き合いありがとうございます。あれ、今日は車じゃないんですね。駐車場をお借りしましたが。え、ええ、噛み合ってるかな、この会話って。少し歩きましょうか。はあ、状況によったらロマンチックな道行きになってもおかしくはないんだけど。ないか。何か。ええ、行きましょうか。人混みに埋め尽くされた休日の街並み、そしてその中に弥生さん。溶け込んでいるとはちょっと思えないけど。ミュージックショップに立ち寄ってもよろしいでしょうか。あ、はい、ちょっと普通のデートっぽいかな。そして俺たちはそのミュージックショップに入っていった。セールスの規模から考えまして、この系列のショップが。はあ、尾形さんのレーベルの占める空間的な視野がこれだけとしますと。ええ、なんだか弥生さん俺のこと全然見てないっぽい。なるほど、リサーチってことか。うん、そういうことか、リサーチってことか。今日は本当にお付き合いありがとうございました。まあショッピングじゃなかったのかな。いかがでした。え、いかがって何が。ショップの売り場面積のレーベルごとのシェアですわ。ああ、売り場面積。アルバムがリリースされた場合をシミュレートしてみますと、
アルバム。失礼いたしました。今日は藤井さんとのショッピングでしたわね。忘れてたってより仕事に付き合わせたって感じだな、これは。つい、いつかユキさんのアルバムの並ぶ場面を想像してしまいまして、失礼いたしました。それは、俺もと言いかけたとき、弥生さんは早々と話を打ち切られてしまった。これどこまでが本気、どこまでがナチュラルでやっとんのか意図的にやっとくかって話だよね。結局さ、やっぱ理性というか、その倫理観みたいなのが働いて、いつまでたってもさ、東野は弥生に手を出さんわけやねんか。ね。で、ここでさ、こういう風にさ、もう直接的に襲いかかっても、襲いかかったらまだ話変わってくんねんか。ね。あくまでも東野に手を出させるっていうのが重要だからさ、誘いはするけど。ね、でもその中でさ、こうやってね、ユキのためっていうのを2人で、あのね、想像させるというか、思い描かせることによって、ね、なんて言うんだ、どん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 そのブレーキを緩めさせるというかさ、壁を取っ払うというかさ、理性をほぐしていくというかさ、今もそうやねんか、結局、ユキのためっていうことで、ね、アルバムのやつを想像したりとかさ、二人で一緒にユキの成功した、未来を想像するっていうのがあるとね、この成功のため、ユキのためっていうので手出しやすくなるっていう心理的なさ、あれが働くやん。帰りにお食事ご一緒願いますか。あ、はい。どこまでが意図的なんかな。そして俺たちは二人で食事をして別れた。予想通り無味乾燥な一日だったけど、ただ最後に弥生さんの言ったユキのアルバム幻想がひどく心に残った。そう。ユキだっていつか自分の歌声をあそこに並べることにだってなるはずだ。そんなことも夢見られる場所に今のユキはいるんだ。そして、それを明確に夢見てる弥生さん。夢見るなんて、あの人には全く無縁に思えるのに、それなのに、俺よりもはっきりとした形で夢見てる。他のどんな夢も、あの人は多分見ないだろう。ただ、ユキの夢を見てるんだろう。言いようもない安心感と敗北感が俺の中に入り混じる。ユキに俺はどんな夢を見てたんだろう。そしてこれからどんなことを夢見るんだろう。そして俺は考えるのをやめる。明確になんて未だにわからないままで。あ、部屋に入った途端クラクラしてきた。あ、病気のやつか。はは、だらしないな俺。部屋に入るのに倒れちゃった。どうにかベッドにはたどり着いたけど、ちょっと辛いかもしれない。とりあえず今夜一晩休んで、明日に回復するからだな。寝よ。朝だ。ダメだ、完全に回復した感じがしない。今日は休もう。電話？こんな時に誰だろう？はい、藤井ですけど。あれ？夜分遅くに失礼いたします。私、森川と申しますけど。あ、ユキ、どうしたの？やっぱり東野くん？どうしたのって。電話の向こうでユキが何やら戸惑ってる。なんだかすごく元気ない声なんだもの。え？ああ、過労で倒れたなんて言えないよな。ユキに心配かけちゃうのもそうだけど、何よりもかっこ悪い。まさか寝込んでる？鋭い。もう東野くん、無理しちゃダメだよって。私、うん、ユキをごまかすのちょっと無理みたいだ。
丈夫なの、トウヤ君。熱とか出したりしてない？だ、大丈夫だって。本当に気をつけて。トウヤ君、時々すごく無茶するから。うん。別にそんな無茶をしたわけじゃないんだけど。どっちにしてもユキに余計な心配かけちゃったみたいだな。そんな俺のことなんか心配しなくても大丈夫だって。これくらいどうってことないんだから。ダメだよ、もっと気をつけなきゃ。トウヤ君が倒れても私何もしてあげられないんだから。ユキ？だけど悲しそうにユキは沈黙してる。ユキ、俺そんな、うん、大丈夫だってば。大丈夫だけど、でも気をつけることにするよ。うん。静かにユキがうなずいてくれた。ごめんね、何もしてあげられないのにこんな時に電話しちゃって。ただトウヤ君とお話ししたいなって思っただけだったんだけど。そう、うん、よかったよ。俺ユキの声聞けて元気出てきた。電話の向こうでユキが少し笑った。うん、でも無理しないこと。ゆっくり休んでね。わかってる。じゃああんまり長電話も悪いからおやすみなさい。うん、おやすみ。そして電話は切れた。うん、今日はゆっくり休もう。あ、朝だ。まだちょっと体がだるい。無理すれば出かけられないこともないけど、昨日ユキに言われた通り、無理するのはちょっと控えようかな。下手に無理してユキにまた余計な心配をかけるのもあれだし、大事をとって今日も休もう。頻繁に電話かかってくるね。はい、藤井ですけど。トウヤ君、私ユキです。あ、ユキ、今日はどうしたの？うん、ユキはちょっと恥ずかしそうに口ごもる。トウヤ君大丈夫かなって心配だったから。ユキからアプローチが来れば来るほどやっぱ心がしんどくなってくな。え、そうなんだ。でも大丈夫だよ。俺昨日ユキに言われた通りにおとなしくしてたから。そう、よかった。その時ユキの後ろで誰かの声が聞こえた。え、部屋に誰かいるの？あ、ううん、部屋じゃなくて今日はまだラジオ局なの。え、そうなんだ。ユキ、俺のこと心配してわざわざ仕事場から電話してくれるなんて。うん、だから長電話はちょっとできそうもないけど、でも元気みたいでよかった。うん、言われて気づいたけど喋ってても調子がいい。ユキの声を聞いたからだよ、きっと。今夜寝たらもう全開するよね。よかった。私何かしてあげられたら。うん、十分だって。ほら、仕事あるんだろ。俺はもう平気だから。うん、今度はユキの方こそ無理するなよ。わかってる。じゃあトウヤ君、おやすみなさい。うん、頑張ってねユキ。そして電話は切れた。なんだか本当にユキの声が聞けて元気になった気がする。明日は多分普通に動けそうだな。あ、一気にいい気分。体力も回復してるし、今日は行動できそうだ。よし、どこへ行こっかな。あ、ユキのお見舞いだ。まあ弥生ですよ。弥生イベント発生だ。今日はエディのアルバイトだな。ビックリマークはイベントね。
スタジオの仕事を一通り終えて次の仕事まで少し休憩しようと外に出た。すると向こうの方から誰かが歩いてきた。弥生さんだ。ユキは一緒にはいない。俺は気づかないふりをしてその横を通り過ぎようとしたけど。藤井さん。思わず体を固くする。あ、弥生さん、お仕事ですか？しらじらしいとは思っても昼間の仕事場でいつもみたいには話せない。だけど弥生さんはそんな無意味なセリフを全く無視して、藤井さん、今お時間よろしいでしょうか？いや、俺今仕事中。言いかけて俺は思い当たった。弥生さんのことだ。俺がアシスタントをやっている収録をどこかでモニターしてたに違いない。じゃなかったらこんな風に AD の仕事の合間に偶然スタジオの前を通りかかるなんてありえない話だ。何がお時間よろしいでしょうかだ。俺の行動は全て彼女に把握されてるってことか。ええ、ちょうど休憩しようと思ってましたから。それは良かったですわ。弥生さんは目を細めて言う。計算に一辺の狂いもないってわけだ。少々私にお付き合いいただきたいのですが。はあ。俺は気のない返事。お時間は取らせません。わかりました。この局面俺はそうとしか言えない。言葉遣いは丁寧だけど、要は私についてきなさいって命じてるんだから。仕方なく俺は弥生さんに連れられていく。弥生さんはいつも控え室に使われている部屋の並びの隅に俺を連れ出した。今の時間だとここは閑散としてる。弥生さん、今日はユキは来てないんですか？俺はわざととぼけたことを言ってみる。ええ。だけど案の定弥生さんはその冷静な態度は崩さない。分かってはいたことなのになぜか惨めに感じられる。今日はユキさんからの頼まれ物ですわ。弥生さんはそう言ってハンドバッグの中から封筒を一つ取り出した。俺に？ええ。不審げな俺に弥生さんはその封筒を差し出してみせる。ライトグリーンの小さな普通の封筒だった。いいの？問題でも？いや、そっちに問題がなかったら別にいいんだけど。じゃあ、俺は恐る恐るそれを受け取る。クリスマスライブのご招待チケットだと思いますわ。あなたにぜひおいでいただきたいとユキさんもおっしゃっておりましたから。中を見たんですか？まさか。弥生さんは白い歯を見せて微笑む。ただそう思うと申しただけです。ユキさんの指針を覗くなどそんなことは絶対にいたしませんのでご安心を。ああ、そうだろうな。何しろユキのスケジュールをすべて把握している女性だ。それにユキからは完璧な信頼を受けてる。こんな風にお礼の手紙を頼まれるほどまでに。これをポストに投函するよう言われていたのですが、今日たまたまここに藤井さんがいらっしゃったので手渡しで失礼させていただこうかと。いいよ、それくらいの命令違反だったらユキだって許してくれるよ。そうやってこういう風にね、顔を合わせるっていうのも手口ではあるんだよな、きっと。恐れ入ります。こういうセリフは彼女の場合冗談で言っているのか本気なのか全くわからない。限りなく本気に聞こえるけど。わかった、ありがとう。でもいいんですか本当に？いや、つまりこれがもしそのチケットだとして、俺ユキに会いに行っちゃうわけだけど、俺を束縛する相手の心配をするなんてお人よしもいいところって気がしたけど、だから言うとるやん、精神的なね、支えになってくれって、イマジナリー彼氏であってくれってことになっとるやん。だからライブには行かんと、
当たり前だけど。でもこの辺りがノーマークってのは逆に不気味なように感じられて、つい聞かないではいられなかった。で、会うなとは言っとらんからね。適度な距離感で支えてあげろって話で。ね。で、ユキに求める肉体的な云々とか吸ったもんだは全部私が引き受けますよってのが、このゲームのルールだから。結構ですわ。弥生さんは微笑んでさえいる。これはユキさんの今年最大のイベントですから。少しでも多くの方々にご覧になっていただきたいのですわ。美しいユキさんの最高のステージを。私のユキさんのステージをですか。俺はわざと弥生さんの口調を真似て言ってやった。相変わらず手の上で踊っとるんだよな、トーヤは。だけど彼女は何と感じる様子もなく。ええ、彼女はすべて私の望むものを一つ一つ確実に叶えてくださいます。おそらくこれからも一歩一歩夢を叶えていってくださるでしょう。ユキさんは私のすべてですわ。一瞬だけ弥生さんは女性っぽいというか人間っぽい表情を見せた気がした。だけどやっぱり一瞬だけだった。ですからユキさんへの無意味な進路は与えたくないのです。例えば自分の恋人に裏切られるような。恋人がライブに来んでないからな。なるほど、そうか。ユキがそのライブの前なり後なりに俺に会うことはユキが成功するための有効な手段。そのユキの不安を解消し回復させるための一アイテムってわけだ。いくらわかるやん。やっと俺が理解したのを見て取ったように静かにうなずいた。そういうことですか。でも。でもはございません。お分かりですね。俺の言葉を遮り、弥生さんは俺を見据える。これ以前には極力、ユキさんにお会いになったり、連絡を取られたりはしてほしくないのです。そして俺の手を、取り、自分の胸にきつく押し当てた。何もユキさんだけが女性の体を持っているわけではないでしょ。ですが、トップアイドルになれる才能はユキさんだけしか。ええ、伺いました。俺は冷静に言ったつもりだったけど、舌が乾いた喉に張り付いて弱々しい叫びにしかならなかった。女の、童貞のくせに女の胸触りながらそんな冷静なこと言えるんか。でしたら、これがね、だから言うたやろ、エロゲじゃないとこれはね、この背徳感というかね、苦しい思いをしながらするセックスはね、やばいよ。重なり合った手のひらが脈打ってる。でもそれはきっと俺自身の鼓動だけなんだ。彼女の方は異性に触れてもまるで動揺なんかしないのだろう。本当にこの人の中に心臓なんて器官が備わっているのか疑いたかった。例えば無機質なモーターか何かが無数に低くうなっているだけの、そんな体が彼女には自然に思える。だけど確かに彼女の女性的な体つきや、それでいて均衡の取れた頭身の高いプロポーションには惹かれるものがある。ほら、どん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 沼に落ちてくぞ。今までユキに対して我慢していたことを彼女に向けては出せる。彼女に向けて吐き出せる。まるで悪魔の誘いだ。でももし俺自身の本能を彼女で満足させたとして、それでもまだ俺はユキへの思いを消さずに残せるんだろうか。
俺は弥生さんを思ってはいない。弥生さんもはっきりと俺とは恋人にならないと断言さえしてる。それなら解決方法は彼女との関係をどこかの段階で踏みとどまることしかないっていうのが普通の考えかもしれんけどね、一発やってみたらね、多分弥生の方は大丈夫だと思うけど、東野の方がそれで納得してしまうっていうパターン、自分が心変わりするっていうことをまずこいつは考えてないから、決して最後まで行かず、そう決めておかないといつか俺の中の雪が彼女に塗りつぶされてしまいそうだ。今現在塗りつぶされてるのわかる？そんなのありえませんよって言っとったのが、こうやって決めておかないとって、ここで絶対に、ギャンブルとかと一緒だよね。あと1000円、あと1000円、あと1000円、2000円、あと5000円、これが終わったら、そういうやつが抜けれた試しってないよね。弥生さんは俺の手のひらを両手で包み込む。全く不思議な体温だ。そこで俺はハッとする。あ、俺まだ仕事中ですから。そして強引に引き離し、封筒ポケットに入れて駆け出した。自分の意志の弱さに情けなくなってしまうけど、だけど確かに俺は弥生さんの肉体にひどく魅力を感じてしまっている。いや、すでに魅了されかかってしまっているのかな。その後俺は何事もなかったかのようにスタジオに戻り、残りの仕事を片付けて家に帰った。家に帰り、俺は一息つく間ももどかしくユキからの封筒を開けた。中にはユキからの手紙と数枚のペーパーと、チケットが一枚入っていた。弥生さんの言った通り、クリスマスライブのチケットだった。ここまで見透かされて、なんとなく裸を見られてるみたいな気恥ずかしさがあった。俺は手紙を読む。そこにはライブの詳細が記されてあった。そのクリスマスライブはテレビ局主催のコンサートで、12月20日から25日にわたって売り出し中の歌手たちが局のコンサートステージに現れる。そして24日の夜にユキはそのステージを踏む。ユキには確実なステップのはずなのに、俺はどうしてだかまた大きな一段を超えていったように思えた。そして結びに、 PS、 この間は変なこと言っちゃってごめんなさい。気にしないでください。でも、嬉しかったよ。そうあった。俺はチケットをしばらく見つめる。周囲の人間がいろんな思惑で彼女を束縛してようと、ユキはその中で一人で頑張ってるんだ。